シャープシャープ製のスマートフォンアクオスフォーンアクオスアクオスフォーンはアクオスフォーンは2011年にシャープが開発発売したアンドロイド搭載スマートフォンの愛称商標であるシャープの液晶テレビアクオスのブランドを付与された携帯電話端末としてアクオス携帯アクオスショットに次ぐ3代目となるアクオスで培われた高画質エンジン 高精細液晶を搭載しており、ワンセグ、赤外線通信、お財布携帯、デコメールなどの携帯電話の機能を搭載。SH-0QD から SHL23 までのキャッチコピーは全身高画質。ソフトバンク 302SH 以降のキャッチコピーはエジスト。かつては、どのモデルも単に、アクオスフォームを名乗り、型番でしか区別できなかったが、 2012年夏、モデル以降、すべての機種においてその機種の特色を端的に表す、アルファベット数文字のサブネームが付くようになった。2機種以上登場し、シリーズ化していると言えるものを以下に示す。2014年4月からは、スマートフォンもタブレットも、アクオスブランドに統一し、スマートフォンは、アクオスゼータのようなネーミングとなり、アクオスの1シリーズとして扱われることとなる。 フラッグシップモデルの小型版には名前の後ろにミニと付く。2012年夏モデル以降のアクオスフォームの液晶にはシャープが開発したスパークグシリコン液晶を搭載。2012年冬モデル以降から科学技術振興機構が開発し、シャープが量産化したイフゾーを搭載。いずれも省電力を測った液晶を搭載している。解像度は HD。 フル HD を採用。R シリーズには、さらに高精細な10億色での表現を可能にした、プロイグゾーを搭載。なお、ゼロシリーズにはイグゾーではなく UKL が搭載されている。以前は、ニューモバイル ASV 液晶解像度アベが、VGA、QHD を搭載していたが、電池の消費面を考慮し、蒸気2種の液晶システムが主流となっている。全機種全面フルタッチパネルを搭載。 2014年4月以降発売のアクオスについては、アクオス携帯電話、スマートフォンタブレットを参照。SH-12C と SH-13C は当初はドコモスマートフォンとして発売され、2011年冬、モデル発表以降はドコモネクストシリーズとドコモウィズシリーズに分類されていた。2013年夏モデル発表以降は端末シリーズの見直しにより、 ドコモスマートフォンとして発売される。ドコモウィズシリーズドコモネクストシリーズ第2期、ドコモスマートフォンイズ 11SH からイズ 17SH までがイズシリーズ、SHL21 から SHL25 までが L シリーズ。機種名の、は、実際の製造型版。すべてソフトバンクスマートフォンシリーズ。ありがとうございます。